なぺちゃチャンネル。ちょっとね、嬉しいことがあったんですよ。動画のコメントで、うちのペキニーズ、白ペキと梅ちゃんのなんか性格、行動みたいなんか似てるっていうことで、で、あのペギーっていう、こう親戚とかね、兄弟が分かるアプリがあるんですけど、自分の犬の血統書を入れたりするとね、なんかこう入力項目があって、でそれを入れると自分の親戚がね見つかったりするアプリがあるんですけど、で、ね、その見てくれてる方がそのペリーで調べたら、なんと梅子の弟でしたお父さんが一緒なのかな、お父さんが、あ、ごめんごめん、お父さんが一緒だから妹兄弟になるのかな。梅子のね、弟が見てくれてたというね、偶然で、私もそのペリーを見て、で写真も載ってるんですけど、確かに梅子にすごく似てるで、ちょっと安心したのは、この梅子の性格がこう、うちの環境、育てた環境じゃなくて遺伝だったっていうことがすごく私をホッとさせてくれました。なんかもう育て方が悪かったんじゃないかとか、もずくと内緒が悪すぎたんじゃないかとか、いろいろ考えたんだけど、これも生まれながらに持ってね、持った性格ね、だから相当お父さんのね、血が濃いってことですよね。で、実は梅子、以前2年ぐらい前かな、公園に行くときに、ちょっと遠い公園なんですけど、車で行くようなね、で公園から帰ってくる白いペキニーズがいて、それがまた梅子とそっくりで、 で飼い主さんも向こうの飼い主さんもびっくりしてて、似てますよねっていう話してて、で梅子は九州の方のね生まれなんですよ、熊本だったかな。でその公園は愛知県なんですけど、まあだから兄弟ってことはないよなと思いながら話してたら、その子も実は九州の方の、ね、生まれだって言って、でペリーで調べたら、なんとその子、梅子のお姉ちゃんでしたでその子もお父さんが一緒、異母兄弟で、で梅子と似てるところは見た目と、あとこのベロを出してるところ、あと人見知りの犬嫌いで、こう隠れちゃうようなところ、激おこかどうかまではちょっとその時わからなかったんだけど、だから梅子のねお父さんも相当ね頑張ってて、ですごくねそのお父さんの血が濃くてね、この性格的なところと、あと見た目、これはねお父さん譲りっていうことでね、もしね、ペリーまだ登録してない方がいたらね、ペリー登録して、もしかしたら白ペキちゃん梅子の兄弟かもしれないって、結構たくさんいるかもしれないと思って、でまたね兄弟で集まったらね、お父さんも含め、この性格大集合したら大変なことになるだろうなと思って、ね、ちょっとやってみたいなとかも思いながら、楽しいことが、嬉しいことがありました。今ちょっとモズがちょっともっとちょっとお尻うんこ